ほいっていうことでやってまいりました。どうも、アザラシです。薬学系 VTuber って言っとこうかな。薬学生 VTuber のアザラシです。今日ですね、皆さんにね、伝えなければならないことがある。報告したいことがあるということで、急遽動画を回しております。やってきたのはこちら。のこのこアザラシがやってきたのはこちら。厚生労働省のホームページですね。のこのこやってくる場所じゃねえんだけど。3月24日、今日3月24日はね、まあ何を隠そう薬剤師国家試験の合格発表の日なんですね。まあ普通の人は知らないよね。普通の木曜日だよ。普通の木曜日なんですけど、薬学生この107回国家試験受けたね、薬学生の人からするともう特別な日です。そんな日にね、今日はですね、国家試験の合格発表どうなったのか、アザラシが受かったのか受かってないのか、その辺の発表をしていこうと思います。イエーイ。S の声でね、はい、慣れねえ。この VTuber の姿も随分久しぶりに使うよ。でですね、まあやっていきましょう。結果一応見ちゃってます。見てます。さすがに見ました。もしもこれで落ちたテンションで動画を撮れるほどのメンタルを持ってないっていうことなんで、ね、でいきましょう。ほい、2,3,4,5,6,7,8,9 会場、9会場じゃないな、9ブロックに分かれてのナンバーの確認ですね。右下に出しておきますけど、薬剤師国家試験、今回107回の、アザラシの受験票はこちらになります。受験地は広島。そして番号は00063ですね。番号は0003。もうちょっと他の会場も気になるね。他はっていうね、広島は一応1から1000枚でしたけども、大阪とかは、あ、ね、2000人以上の人が受けるということですね。東京、そうだな。東京、お、東京は、6000人以上の人が受けてますね。関東人多いな、日本は。このなんかその一極集中というか大学がつまり多いわけでしょ、関東に。これはどうにかし、どげんかせんといかんと思うけどね。この一極集中が。いいか悪いかで言うとわからんけどね。うん、そんなこと論じてても仕方がないな。はい、関東、東京、埼玉、茨城、群馬、栃木、千葉、神奈川かな。まあ人口多いよ ね。神奈川を要するもんね。そりゃ人口多いよ。え、山梨はどうなの。山梨って福島ってどうなの。これ聞かない方がいいやつ聞かない方がいいやつだ。喧嘩しちゃうから聞かない方がいいやつだな。よし、ということで広島方を見ていきましょう。うい、で、ここを押すと分かります。00063、さあ、あるでしょうか。はい。まあ、あるんですけどね。こちらです。はい。00063。ありました。無事、アザラシ、ヤグダシ国家試験、合格しておりました。イエーイ。っていうですね。多いよ。多いよ、ここのページ。そう、1000人近くいるんだからね。ああ、受かりましたね。6年間の努力が実を結んだっていう感じでしょうかね。6年間はそんなに努力してないか。どちらかというと国試よりもなんか就活の方が俺は落ちると思ってたが、全然どこも取ってくれるとこないだろうと思ったが、就活の方が頑張った感あるけど、国試も頑張っ、まあ国試も頑張ったが、辛かったが、最後の数ヶ月は全然点が上がらないんでね、うん、頑張ったかな。頑張りましたね。いやー、やっぱね、卒論が8月の中頃ぐらいはずっと卒論で、前期の間は全くもう いやまあ1秒もとは言わないけど、ほとんど勉強できてなかったからね。コロナのせいでオンラインのズームとかになってたけども、全部なんかあのほとんど受けてないビデオなんか生放送で見る気がしなくて、めんどくさーってな、ほとんどサボって見てなかったから、ね、そういうところでよくここまでなんとか成績を持ち上げてきたなっていうところなんですけども、やっぱ薬理とか病態とかあの辺が苦手な人間はね、点が伸びにくいですね。まあ受かってたのでよしでしょう。はい、あ、どうしよう、なんか語ることあるかなですね。で、まあ受かった報告だけして、受かれてるのもちょっとあれか、惜しくも受からなかった人にもちょっとなんか一言言っとこうかな。遅刻アザラシとしてね、遅れまくった存在からして言われてもらうと、
まあ国家試験落ちての1年大変だと思う。金銭的にもね、まあ、いろんな機会損失の面でもね、社会に出るのが1年遅れてること、まあ、周りとの、ね、差の開きっぷりとかさ、あとはなんだメンタル的な問題とかもさ、すごい大変だと思うんだ。これから経験することはね、落ちた人は。だけど、まあ、10年ぐらいね、普通の人より遅れてる話からしてもらえると、まあ、10年俯瞰してみる、例えば10年後とかに思い返してみると、たかが1年になってるから、もう絶望に打ちひしがれるほどではない。たかが1年、もう俺から見たら誤差だから、うん、それぐらいですわ。この1年大変な1年だと思うけど、すごい頑張って努力すれば、まあ、そんな1年もあったな、あの1年があったから成長できたなって思える1年になると思うので、まあ落ちた人もね、気持ち切り替えてね、しっかり気持ち切り替えてこの1年戦ってほしいなって、そんな風に思います。気持ちの切り替えかな、大事かなとは思う。まあ、これからね、国試受ける人にもね、まあちょっと、ここでね、一応話しとくかな。107回、108回、108、109、110とね、これからも国試は続いていくんですけどね、これから国試受ける人にアドバイスとしてはね、これから国試はだんだん多分難しくなっていきます。問題自体が難しいというよりは、まあ、受かる人のボーダーラインが上がっていくとかね、そういう感じになってくると思います。現役生はね、多分あんま変わらないんだろうなと思うけど、まあ、世間的にね、薬剤師甘いになってるのが言われてる世の中になりつつあるのでね、今年は9607人が合格したということなんですけども、どうですかね、この合格率ね。受からない人がどんどんこう積み重なって合格率が下がってるっていう気もするんですけども、まあ、でも合格者数も実は減ってきてます、年々。なんで、108回、110回、それからもう120回とかになってくるとさ、薬剤師がもう国として多いって感じになっちゃって、で、まあ、めちゃくちゃボーダーラインが、今年は多分117点って言われてるんですけどね、217点か、言われてるんですけども、そのボーダーラインが上がるともわからないのでね、まあ、これから勉強する人たちは、めちゃくちゃ大変な国試を経験することになるかもしれん。でも、だからね、先輩の声とか、先輩薬剤師の声とかあまり聞かずにね、横並びで周りの自分の周りの人たちの同級生とかのね、位置を自分で確認しながらね、もうそう、同級生の中での自分の立ち位置を確認しながら、まあ、平均点以上取れてるなとかね、何割以上にいるなとかってのを確認しながらね、勉強を進めていってほしいなって思います。昔の薬剤師はもうそれは国試簡単な中でね、なってきてる。こういう人たちの声はさ、遠国試なんて簡単よみたいな声聞こえてくるかもしれないけど、多分自分たちが受けてる国試が過去最高に難しい国試を更新し続けていってると思うから、そういう気持ちで気を引き締めて勉強していってほしいなと思います。アザラシは一足先にね、薬剤師になっているので、共にね、日本のね、健康、日本人だけじゃないね、まあ、世界的に活躍できる薬剤師になったりもする必要が出てくるのかもしれないか。人の健康を守るね、そういう大義を持ってね、大志を持ってね、薬剤師をやっていきまーしょ。まあ、そんな、なんか大それた思いを持って薬学部に入った人って多分そんなにないけどね、きっとね。そんなにはいないよね。でもそういうのが求められてくる時代になってくるっていうことです。ね、昔みたいに薬をパッと渡してたらもうそれで済むっていう薬剤師じゃなくなってきました。ね、来てくれる人とちゃんとこう向き合わせてね、向き合ってね、その人のなんかこう問題点とかを解決したりしながらね、本当の健康をね、守っていくっていうのが多分これからの薬剤師の役目なのかなって思ったりもするのでね、まあ、大変意義深い存在になれるよう、日々精進していきたいと思います。あ、なんか真面目なことばかり言っちゃった。薬剤としてというか、まあ、この当チャンネルとしてはね、これからはね、まあ、ゲーム実況もするし、絵も描くし、釣りもするし、料理も作るし、ね、なんなら農園とかもしたいし、
いろいろね動画上げていく中でね、少しはね薬剤師として発信できる情報みたいなのがねこれから出てくるかもしれないんでね、そういったものもコンテンツの一つとしてブラッシュアップ磨きをかけてやっていきたいかなと思います。アザラシの薬剤師107回国家試験合格報告でした。はい、ほなまた。